水源の春名湖関連地図春名湖から流出する沼岡和支流の湯沢川や抜沢は伊香保温泉を流れる。沼尾川は一級河川利根川水系の東川の支流。春名山の山頂にある春名湖を主な水源とし、春名山北六の伊香保温泉の温泉街を流れる湯沢川などの支流を集めて東川に注ぐ。全長は約キロメートルで川筋は 渋川市と東小月町との境になっている。沼尾川の水源は春名山の山頂一帯にある。その山頂付近には溶岩ドームである春名富士とカルデラ湖である春名湖がある。その外林山と春名富士一帯の水が春名湖に集まり、湖の北東端から河口瀬として北へ流れ出している。川は春名湖温泉の脇を流れた後、外林山の一座である。 エボシだケとヘビが竹の間を北東へ流れ下る。約3キロメートルを流れる間に、標高差400メートル余りを流れ下っているが、五万国という、山の再録には、弁天滝という落差6メートルほどの滝がかかっている。春名山一帯では、滝は、珍しい存在だが、滝壺まで降りるルートはなく、見ることも難しい。中流の砂岩の旧東村は、 春名山の北陸の火山灰地で、かつては水の乏しい地域だった。江戸時代に沼尾川から水を引いて開拓が行われ、岡崎地区が開かれた。一方、右岸には、伊香保温泉がある。温泉街は春名山帰林山の新田家や、水沢山、物利き山の北の斜面地に形成されていて、沼尾川の支流の湯沢川、関、沢、物利き沢が温泉街を流れている。 これらの支流は、相馬山の北に発している。ここは6世紀の噴火の際の河口となった場所で、その河口の直径が2トルに満たないために、カルデラの定義には合致しないものの、成因はカルデラと同じ地形である。これらの支流を合わせた後、沼尾川は、東川に注ぐ。春名湖からの流出口から東川に注ぐまでのほぼ全長にわたり、沼尾川は、 東阿が津町と渋川市の市長村境となっている。伊香保川、深川の遺症もある。春名山が火山として活発に噴火した時期は大きく2期に分けられており、50万年前から25万年、前まで5万年前から現代に大別されている。6世紀に起きた2度の噴火では、伊香保温泉に近い日竹が活動の中心となった。 この時発生した2度の火災獣はいずれも沼尾川を通って下り一帯に軽石の堆積層を形成した。特に沼尾川の砂岩は比較的なだらかな高原上の地勢をなしているが沼尾川はこの高原を削った峡谷を流れており川の両岸は高さ50メートル余りの断崖となっている。そのため高原は水を得がたく長年にわたり原野であった。戦国時代には 上杉謙信が、東ズ川と利根川の合流地点に築かれた白井城を支配し、武田信玄が、東ズ川中流の岩槌城を支配した。沼尾川は、両者の勢力圏の境にあたる場所となり、要衝として沼尾川の下流砂岩の断球城に、柏原城が設けられた。城は、水が乏しかったので、西にある、箱島湧水から掘りを築いて、水路を開こうとしたが、 完成しなかった。江戸時代になると、白井城を中心として、白井藩が置かれ、現那年間に、本田北田氏が藩主として迎えられた。その頃に沼尾川の左岸に、陣屋が築かれた。北田氏は、三河国の岡崎藩の出自であったことから、故郷にちなんでこの陣屋を、岡崎と命名したという。岡崎への入職が始まると、大官に任じられた、岡上陣文下下は、 神殿開発のために、沼尾川の上流に石を築いて、水路を改作し、岡崎地区へ導水する計画を立てた。この事業は、初代陣営門、二代目陣営門、三代目岡上慶能と、親子三代にわたって受け継がれ、70年かけて完成を見た。設けられた包みは、高谷石と呼ばれている。漏水対策として取水口の底は石敷とし、 そこから約二里にわたり、幅六尺、深さい四尺の水路は、岡上用水と呼ばれている。事業を成し遂げた、岡上富士は、岡上大名人として、春名神社に祀られている。なお、岡上用水が実際に、当時の岡崎の稲作に、どの程度寄与したのかについては、諸説あり不確かである。当時の年貢の記録によると、岡上用水が利用されていた水田はわずか一丁三世に、 とどまっている。そのために、おかがみ用水はもっぱら飲料水として利用されていたと考える説もある。おかがみ用水を利用しての神殿開発が本格化するのは、幕末から明治以降のことであり、現在の同地区の水田のほとんどは、明治時代に開墾されたものである。元来、春名山の河口にできたカルデラ湖である。春名湖の湖水は、カルデラの北東部の絵防止だけ、 ヘビが竹の間の加工園を侵食してできた加工瀬から外林山を抜けて沼岡川として来たい流れ出し、東川へ注いでいた。一方で、春名山の南側の裾野では、カラス川と井の川に挟まれた鉱石大地を中心に慢性的な水不足に悩まされ、古くから長野関が築かれるなど、水源確保の試みが行われてきた。しかしそれも不十分であり、 江戸時代にも水をめぐって、流域の村々の間で、争いが絶えなかった。江戸時代中期の放映年間には、高崎藩の藩主、松平明が、藩量の井の川、春名白川流域11村の推理のために、岡上用水から水を引こうとして、岡崎の住民と争いになったという記録がある。 岡崎側の住民の申し立てでは、火山媒地に気づかれた、岡上用水は漏水も多く、わざわざ用水管理のために2名を潜入させていること、分水を行うと、田畑の用水のみならず、百姓600名と、罰室150頭余りの飲用水も不足することなどから、分水をする余裕はないとのことだった。この時は、幕府表情書の裁定によって、飲水の許可が出たものの、 高崎藩側が飲水のための被口を設置して良いのは、沼尾川の流出口よりも一尺七寸高い位置と定めた。すなわち、沼尾川へ湖水が流出するよりも五十センチほど、春名湖の水位が高い、水の余剰がある場合に限られるということになる。さらに、取水は田植えの時期の三十日間に限るとした。高崎藩では、 この災禍を得て、早速工事に取り掛かったのだが、スルスミ峠を抜けるトンネル掘削に失敗して工事が難航し、しかも完成しても洞水できるのは、常用水のみで効果が小さい。そのうち半種が天保になってしまい、完成しないまま工事は放棄された。スルスミ峠には、当時の水道跡が洞窟となっているほか、スルスミ峠の南にある、小子沢峠付近には、 当時の遺構が残されており、藩主の官名から、右京の無駄掘り、右京の馬鹿掘り、右京の泣き掘りと呼ばれている。明治時代の中頃になって、春名湖の水を、橋場見名山南山六の灌溉に利用する計画が持ち上がった。1901年に長野関の利水組合での決議が行われ、計画が具体化した。この計画では、 春名湖の北にある沼尾川への流出口に水門を作って湖水が沼尾川へ流れないようにして反対側の南湖岸に新しく水門と水路を設け春名山外林山の南側にある天神峠の下に水路用のトンネルを穿ち春名川へ湖水を流そうというものであったしかしもともと沼尾川の水を考えように利用していた春名三北六の地域からはこの事業に反対意見が 出された。群馬県の仲裁によって計画が修正され、北の沼尾川への水門は、南の春名川への水門よりも低い位置に設置することになり、その差は、方影年間の取り決めに基づき一尺七寸と定められた。また、すべての工事費用は、南山独の長野絶水利組合側で負担することとした。こうして1903年に事業許可が下り、 工事が始まった。先に沼尾川の水門が建設されて、川がせき止められたことで、春名湖の水かさは数メートル上昇した。南側のトンネル掘削工事には3ヶ月を要した。工事は1903年に完成し、実際に水門を開けて長野関川への取水が始まったのは、翌1904年からである。南側への水門は、普段は閉じられている。 農機の活水時期になると、1週間から2週間の間、水門を開いて、送水を行う。このほか特別な干ばつの際には、北陸側の承認を受けて、水門を開くことが認められている。これにより、春名湖の水位は季節によって2メートル余りも変動するようになった。春名富士の南陸、春名湖の南東側の湖岸は、沼の原と呼ばれる、なだらかな高原になっており、 春名湖に流れ込む川の源流と湿原がある。かつては河口のカルデラ全体が湖となっていて、その湖の中で春名富士岳が島のように独立していたのだが、約3.1万年前から6世紀にかけて、外林山の山々の誕生する噴火に伴う噴出物で埋め立てられ、今は湿地となったものである。太平洋戦争の最中に、 日本海軍がこの高原地帯を開拓した。戦後も開拓者が入植したが、野菜の栽培は可能でも、穀物の栽培ができなかったために、開拓地の大半は廃れた。現在は観光客向けの宿や物産展などがわずかに並ぶ程度である。春名湖から流出する河川としては、本来は沼尾川が唯一のものであるが、明治時代に、 南側の湖畔にトンネルが掘られ、利根川水系のカラス川支流の春名川へ湖水を流す水路が築かれている。この噴火によって、伊香保温泉ができたとも考えられている。一説では、この原野は、万葉集で、灰原と読まれている地であるともされる。万葉集に登場する、灰原は巻一に収録されている、児童天皇の和歌が代表例だが、この歌は、 自藤天皇が三河国で読んだものとされており、一般的には万葉集に登場する灰原は春名山とは関係がないと見られている。岡上氏は岡上慶能が笠掛家屋の開発を行った後に都賀を受けて切腹して断絶している。その家計や生涯、切腹に至る事情については不明な点が多く、笠掛家屋の開発における 不手際の責任を負わされたとも、言われのない残疎であったとも伝えられている。家計についても、三代ではなく、初代の岡上影地下の子が、岡上芸能であるとする説もあり、定まらない。岡上芸能は、岡崎での岡上用水を完成させた後、群馬県東部の渡瀬川流域の笠掛け屋の開発に携わった。そこでも水路を改作しており、これも、 岡上が用水の名で知られている。この論争は高崎藩内だけの問題ではなかったので、幕府に持ち込まれたものである。井の川流域は高崎藩領だが、春名湖は春名神社の車領であり、その他利害関係のある伊香保村や岡崎は幕府領だった。鶴住峠のトンネル工事では落盤や崩落事故によって多くの死傷者が出たという。彼らは、 領主の松平右京之助によって工事のために借り出された農民であった。死者が出るほど働かされて、しかしまもなく領主の天舗によって工事は完成を見なかったので、農民の不満は松平右京之助に向けられ、バカボリなどの呼び名がついたものであころ明治20年頃、春名湖の水深はおおむね10メートル程度で、最大でも14メートルほどである。 取水が行われるとそれが2メートルも上下する上、春名湖の周辺の湧水からの自然の流入量よりも、湖畔の観光施設からの生活排水の流入量の方が多い。その上、観光シーズンには、春名湖に流入する生活排水も増加するために、春名湖の湖水の透明度は春と秋とで2メートル以上の差が出る。6世紀には2度にわたりに津竹が噴火している。 ありがとうございます。